皆さんこんにちは。奈良通関市とローチャンネルのお時間です。本日は通関市務のここなら得点できるよという問題を見ていきたいと思います。それでは早速本編に入っていきましょう。通関実務では近年現場での判断力を問われる事例問題が多く出題されています。そのうちここ数年多く出題されている原産地規則の問題は見方さえ分かってしまえば得点できる箇所ですので一緒に見ていきましょう。本日は2019年の各問題第7問をご用意いたしました。長い文章があるんですけれども、要約しますと英国の原産品とされるものはどれかという問題です。これには1から5番までの選択肢があります。この問題は選択肢の1番と2番で解き方を網羅することができますので、早速見ていきましょう。また問題文にはこちらのような記述や実質的変更を問うためのこのような表が用意されていることがあります。こちらも必要に応じて次の問題文と合わせて適宜入れていきますのでご覧ください。それでは早速選択肢の1番から見ていきましょう。日本で収穫したトマト第07025号が英国に輸入され、当該トマトを使用して英国で生産されたトマトケチャップ第 21.03 号、ただしトマト以外の材料は英国の原産材料とするという問題です。ここで使われているのは日本で収穫したトマトだけで、他は英国の原産材料でトマトケチャップを作っているということです。日本から輸入されたものと英国産のものだけを使用しています。日本から輸入されたものは自国関与品の特例扱いの規定により英国産のものとみなすことができますので、答えは英国の原産品となります。選択肢2つ目、 B 国で収穫したトマト第0702号が英国に輸入され、当該トマトを使用して英国で生産されたトマトケチャップ第 21.03 号、ただしトマト以外の材料は英国の原産材料とする。第3国とは日本と英国以外のものを指している言葉です。この第3国を使用した場合には必ず別表を確認していきます。まず先ほどの問題文に載っていたこの C の規定、非原産材料、つまり B 国産のものを使用して当該英訳国において生産される産品であって、下記の品目別原産地規則を満たすものとなるので、下に行きます。原産地規則の内容を見ていきます。ここでトマトケチャップの先ほどの項は第 21.03 項でしたから、ここに注目します。第 21.03 項への他の類からの材料の変更、第7類または第20類からの変更を除くという規定があります。先ほどのトマトはこの第7類でしたから、こちらには該当しないということがわかります。そのため答えは英国の原産品とはなりません。質問の3、4、5番は今説明させていただいた2番と同じやり方で解ける問題です。なので割愛させていただいて、これらのまとめをしていきたいと思います。それではこのような問題の解き方をまとめていきたいと思います。質問1で見た問題がこの ① に当てはまります。日本から輸入されたものと英国産のものを使用して製造したものは自国関与品の特例扱いとして英国産に該当します。丸2番、これは今回の問題では出てこなかったのですが、
英国のもののみを使用して製造した製品は当然に英国産ということになります。丸3番、今回設問の2で見てきた問題になります。第3国、今回の設問では B 国でしたのものと英国産のものを使用して製造したものは別表にて原産品としての資格を与えるか否かの判断をしなくてはいけません。下記に続きます。問題文の最後に何々点何々項、今回の問題で言うとトマトケチャップの 21.03 項でした。これを別表にて 21.03 項を探していきます。この前に見つけた関税率表の番号の原産品としての資格を与えるための条件を確認します。今回で言うと7類からの変更は除くという規定があったので設問2番の時には英国産のものに該当しませんでした。ですがこのような規定がない場合には英国産のものとして該当することになります。少しひねっている問題が出題された年もありましたが、基本は今の解き方で解けるものがほとんどです。本番も焦らずに落ち着いて進めていけばきっと得点源につながるはずですので、焦らずに頑張っていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。